修道院を出てから私の矢は法王朝を支えるだけでなく不平等な扱いを受けたたくさんの感染者の力になれることに気づきました。とても誇りに思いますが、時々ただ弓を引いて矢を放っていたあの日々を思い出すんです。今は一夜一夜矢はつがえてあります。奴らが今回の殲滅対象か。わあ、本気で行くよ。これ以上は進ませません。主の祝福があらんこと。どの矢を弦の振動を感じて。わあ、みんなこっち来て。ご命令を。弦の振動を感じて。集中的に探しながら知らせないように気をつける。どの矢を弦には3つの選択。弓を引いて狙いを定めた。みんなこっち来て。この力真の意味だ。弓を引いて狙いを定めて放す。自分のための戦い。弦の振動を感じて。立て直すから。弦の振動を感じて。ご安心くださいまし。幻覚が見えるかしら。私のことはお構いなく。みんな助けに来たよ。加減はしますよ。全員の行動力を奪う。それでいいだろう。地獄の豪華、いつでも行けるぜ。主の祝福があらんこと。冷静に。リンゴちゃん、今日もよろしくね。今から起きること。そこに並びやがれ。ご命令を。ゲームは3つの選択が。敵には三種の苦難があります。そこに並びやがっ。原因が指さ。みんなこっち来て。悪くない場所だ。どの矢を。原因が指先に集まる。集団我が原因は三つの選択が。敵には三種の苦難があります。弦の振動を感じて。リンゴちゃん、今日もよろしくね。弓を引いて狙いを定めて。動き回る。そうすればお互い手間が。弦には3つの選択は。敵には3種の苦難がある。弦には3つの選択は。敵には3種の苦難がある。本気で行くよ。ご命令。弓を引いて狙いを定めて放つ。そこに並びやがれ。言われなくてもそれ構わない。私に指図するな。戦場
弓を引いて狙いを定めて放つ。私から逃げられると弓を引いて狙いを定めて放つ。降参すれば弓には三つの選択が、敵には三種の弓には三つの選択が、敵に第一個と言われる。そこも質問。降参すれば気がしなくて済むの。封印が指先に集まる。想定の通り。ご命令。剣の振動を感じて。ご命令。封印が指先に集まる。今回以上の強敵を倒すにはオリジニウムをもっと利用する必要がある。